ための基本的な姿勢と7つのステップを紹介します。まずは基本の姿勢です。両手を腰に、つま先をまっすぐ前に向け、足幅は5センチくらい開けます。そのまま膝を軽く曲げ、腰を落とします。顔は腰の動きの基本になるステップです。膝を緩め、左足、右足と交互にかかとを上げます。足の動きに合わせながら、腰を左から右、右から左へとうねらせるように動かします。つま先をまっすぐ前に向け、かかとの上げ下ろしをスムースに行います。前からかかとが見えないようにするのが良い足の動かし方です。顔はフラで一番重要となる腰と足の使い方になります。いろいろな角度から見ておきましょう。かかとは床から5センチくらい上げるのがベストです。左右の膝の動きもポイントです。腰の動きを使い、左右に2歩ずつ動くステップがカホロです。膝を少し曲げ、体を上下に動かさず左右均等に移動します。腰の動きにも注意して練習しましょう。ステップの後から腰がついていく感じです。基本姿勢からさらに膝を曲げた状態で、右足、左足と交互に前に出します。足を戻した時に頭の位置が上がらないように気をつけましょう。膝をしっかりと伸ばし、少し斜め前に出します。かかとやつま先が床から離れないように注意しましょう。ヘラと同じように膝を曲げ、右足ステップ、両かかと上げ、左足ステップ、
両かかと上げの順で足を動かします。かかとを上げた時に膝は前に押し出すようにします。膝は開かず、ももを持ち上げるよう意識します。持ち上げたかかとは両足同時に下ろします。右足をステップしたときは腰は左、左足ステップのときは腰は右です。デレウエヘとは弾んでウエヘをするという意味です。最初の一歩を踏み出すときに少し伸び上がり、ヘラで腰を落としてウエヘの動作に入りましょう。左右繰り返します。膝を曲げて腰を落とし、時計と反対回りに3回腰を回します。次に時計回りに3回腰を回します。全体にスムースな動きになるように心がけて繰り返しましょう。腰の詳しい軌道は本を参考にしてください。上体はまっすぐに保ち、膝を深く曲げます。かかとが床から離れないよう注意しましょう。太鼓のリズムに合わせましょう。トンという音の時に腰が後ろを通過します。横向きに行うステップです。顔は前を向いたままにしましょう。方向転換は3歩目の足を前に出して行います。